どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日は週末限定シンプルバトルの方に来ております。本当はね、勉強していなきゃいけないんですけど、もうどうしてもね、新機体手に入れたのに乗れないのは辛いんでね、ちょっと乗っていこうかなと思って来ております。さあこちらの機体、支援機のような感じにはなってますが、汎用機ですからね、強襲機あたりが私にちょっとちょっかい出してくれると嬉しいね。海流地にしてやりたい。当たらないのかこれ。当たれ。よーし、当たった。バズーカ当たって、よーし当たった。そして味方が追撃いけるか。うん、いけない。おっと、横味方が襲われている。危ない。パンチを浴びてキック、完璧な流れ。よしいいぞ。外したか。ここなんとか追いかけていきたいね。ここ、よし、また再びパンチ、いい感じですね。しっかり入りますわ。でタックルもね、なんかシールド割りだとかなり威力あるらしいんでね、これもうまく使っていきたいですね。タックルでどれぐらい威力出るのかよく分かってないけどね。ここだ、ドン。タックルでも2000ちょい入ってる。すごい、殺人タックルじゃないかお試しでちょっと使ってみたけど面白いな。いいね。じゃあコンボでなんかできるかもね。危ないタックルの威力あるから撃破できちゃうこれはすごい。ここも殺人タックル、あ、外したわ。いいな、これはすごいよ。さあイマジン回復か。確か座ってれば回復できたよね、このバトル。あ、いいですね。一斉にそのシーンに湧いてくるんでしょうけどね。さあそろそろ、お、湧いては来なかった。黒叩きやりたくないからちょっと距離取ったかな。さあどんどん行こう。汎用機らしく前に行くべきと見せかけて、こっちのギャンギャンギャン相手するぞ俺は。やろうってのかギャン。え、あ、あ、そう、いや、いずれ、あ、まずい、あー、そう、タックルが痛い想像以上に痛い。おい、これ新規だったら死んでたな。あ、ちょっとそんな罠を張っちゃってやめておくれ。よし、いいぞ、来るか。ギャンに距離を取らせて、さあ、いいぞ、この調子だ。ここはちゃんと止めておきたい。何？ダメか。うまい今のは。いやー、やられたぜ今のは。綺麗に戦うじゃないの。ギャンもうまくなれればあんな風に動けるんだね。俺あんまりあのギャンを乗りこなせない人だから。やべ。あー、そう、ちゃんと打ったけど止まらなかった。痛い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 。大ピンチ大ピンチ大ピンチ。ここはタックルで、あー、止められず。まずいです、まずいです。さあ味方がどんどん援護してくれてるが、まだ敵がわんさか周りにいる。ここはパンチを食らわしてやりたい。うわ、そしてパンチ、うわ、あ、向こうの殺人タックルが入ってしまった。さあ復活だ、行くぞ。ギャンに復讐せねばならんのだ私は。ギャンよくもさっきやってくれたな。そう、殺人タックルを食らえ倒してやったわ。俺一体何の機体に乗ってるんだろうな。多分その辺にいないか。おっと、追撃に来るかと思いきや来なかった。しかも引いていく。いや、でもここ行かないとダメだ。一気に包み込んで、おっと、読みがいいね。よし、当たった。よし、当たったけどダメ。よし、止めた。ここパンチがダメ。当たったけど止まらねえ。
よし、タックル。さあ、殺人タックルが再び炸裂しました。やらせるかよ。さあ、バズーカーで動きを止めたいところ。よし、バズーカーで動きを止めて、黄金の右足炸裂でタックル、いけるか、タックル。よし、再びタックル。あ、ちょっとまずいぞ、来るぞ、やつは危ないぞ。やべ、あー、やばいやばいやばい、そのままず行って、あー、コップだ。散々タックル食らわしてやったわ。はい、それではなんとか勝利でございます。さあ、翔さんの方振っておきましょう。どうなんですかね、この機体強いのか弱いのかいまいちよく分かんなかったな。とりあえず、タックルが非常に強力ってことが分かったのと、まあ強襲機相手だったらまあ全然ね、あの押し返せる力あるなっていう感じをしましたね。はい、というわけで今回はシンプルバトルで軽くね遊んでみました。まあ本日はねクラン戦やってるみたいなんですけど、まあちょっとだけでも参加したいなと思って行ったんですけどね、全然メンバーが集まってなかったんで、多分私このまま不参加になるかな。はい、それではね、またよかったら皆さん見に来てください。それでは失礼します。